がこの本でもやったように王宮料理を広めようと思ったんですよ。王宮料理ってみんな知らないんですよ。タイ人の人も知らないぐらいで、王宮料理って何だと思います？いやあの王宮料理は一言で言うと辛くないんですよ。そうなんですか、うん、タイ料理の王宮料理っていうのはもともとタイ料理なんで辛いかって言ったら、はい、保存性を持たせるために辛くしたんですよ。発酵させるとか辛子を入れるとかして。でも王宮料理は、まあ、王様とかお金持ちの人が食べる料理ですぐ食べれるからね。王様とかは辛くする必要はないわけですよ。だ基本的にはちっちゃくて手が込んでて辛くないのが王宮料理ですよね。でそれをもう今ねタイ料理、まあ、僕は、まあ、自分自身もそうですけど飽きないようにさせるのが大事だと思ってるんで、物事っていうのは続けるためにはね。だからやっぱりタイ料理も屋台風の2000年初頭からの一押しでいくとやっぱりいつか飽きられちゃうから、だからこうみんなが、ね、飽きないように中毒性を持たせつつ、ね、物が継続するのは中毒漬けにするのが大事ですからね。そうですね、うん、だから中毒なるように、うん、飽きないようにタイ料理をずっと好きになってもらうために今年は王宮料理っていうものをもうあるんだよっていうのをポンとこうね、タイ料理ファンにこうポンと提示して興味持ってもらおうと思ったんですけど、うん、だってタイ料理屋のコックさんも王宮料理って何知らないねっていう人本当 ほとんどそうですよ。多分10人に聞いて下手したら10人わかんない作れないって言うと思いますよ。あ、うん、まあ、作ったことないっていう多分言うと思いますね。う、まあ、そういう王宮料理なんですけど、だからこれが食べれるっていうね、バンコクのお店もピックアップしたりしてるんですけど、うん、これからちょっと王宮料理今広めようかなって思ってますけどね、今年来年ぐらいは、うん、それは日本国内でそういったお店をもっと広めたいという感じという、うん、そうですね、基本的にうちは日本にいるタイ人を支援することから始まった会社なんで、まあ、その日本にいるタイ人を支援するために、その生活良くするためにはここは日本なんで、日本にいる日本人にそういうタイの文化に興味を持ってもらって、まあ、食べに行ったりしてもらうと、うん、そのタイ人のお店の売り上げ伸びて生活良くなるかなと思ってやってるんで、うん、今は、タイ人の生活を良くするために日本人にタイの文化を教えてますね、うん、今日もタイランド、明日もタイランド、ワイワイタイランドでよろしくお願いします。